はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。前回の動画でクリスタルネタバレリーナゲットすることができました。なので今日はこのクリスタルネタバレリーナを使って攻略進めていきたいなと思います。さあ、皆さんはね、もうこのクリスタルネタバレリーナゲットしましたでしょうか？結構ね、コメント欄見るとたくさんの人がクリスタルネタバレリーナゲットしたみたいです。さあ、間に入っていきます。その前にフレンドとのね、お助け重要です。結構送っておきます。これでね、結構漢方とかゲートボールがたまるんですよ。今日もね、一日お助けしてこんな感じです。もうてんこ盛りです。 Y ポイント、そしてコインなんかももらえます。そして経験値玉、人玉、そして Y マネー、 Y ポイント、 Y ポイントがね、結構もらえます。もうこれだけで相当たまるぞ。そして秘伝書なんかもね、もらえます。おお、漢方きた。そしてヒロコインもね、あります。漢方とね、ゲートボールが嬉しいよね。なので、まあ今回ね、課金しなくても、まあフレンドとのお助けでたまるんで、これだけでうまくやりくりしていけるかなという感触です。まあこのね、漢方そしてゲートボールを使ってね、効率よくね、 Y ポイントをね、稼いでいくのがいいんじゃないかと思います。さあ、漢方1日でこれだけなんで、すごいよね。さあ、フレンドに HP 送っておきます。さあ、ゲートに入りましょう。おお、ご褒美の間来ましたね。まあ、クリスタルネタバレリーナをゲットしてからは、まあ、メインはね、このご褒美の間になります。使う妖怪こちら、アゲアゲハ回復です。そしてバスコダガマ単体攻撃プラス回復。そしてクリスタルネタバレリーナ SSS ランクのブリチ族、謎り消しプラスデカプニ、そしてネタバレフィナーレ G ありますね。強力な G 技、そしてスキルもあります。プリチー族の種族効果アップ 6%、 これがね、結構美味しいというか魅力的だよね。 6% ちょっとね、スキルの秘伝書はないので上げれていません。そして不死身御前回復です。そして花魁回復。さあ、こんなパーティーでやっていきます。そして画面の右上の方にストップウォッチを表示しておきます。まあ時間がね、どれぐらいかかっているのかっていうのをね、目安として見てもらえれば面白いかなと思います。まあ基本的には、まあ特殊能力持ち妖怪バスコダガマ、これが非常に強力なので、まあアタッカーこの1体あればいいと思います。そしてネタバレリーナあります。これはね、獲得 Y ポイントアップの特殊能力があるので置いておきます。まあ置いておくというかね、ほぼほぼ置物ですね。現状ね、クリスタルネタバレリーナ確かにね、すごく強いです。プリチン族の中ではほぼ最強のアタッカーと言って間違いないでしょう。ただ現状ね、使い道ないんで、まあ置物ですね。獲得 Y ポイントのために置いておくという感じで、まあ戦力的にはあまり関係ないっていうね、編成になっていますけども。そして回復3体、まあこんなパーティーがいいかなと思います。ちょっとね、回復多すぎる感じはある。まあもう少しね、技レベル低い妖怪でも全然問題ないと思います。で、常にここで回復して HP をまあほぼほぼマックスにして、フレンドに HP を送ると、まあそんな作戦ですね。そしてもう HP がマックスになったら、さっさとね、クリスタルネタバレリーナもしくはバスコダガマ打ってね、倒してしまいましょう。そして短時間にね、さらっとクリアしていきます。まあ普通にクリアしても、時間かけても獲得 Y ポイントは同じなんで212ポイント、ボーナスがね、91ポイントつきます。このね、ご褒美の間美味しいです。だいたいこのご褒美の間をやっていると、フレンドから HP がね、たくさん送られてきます。そりゃそうだよね。あの、送ればクリアした時にご褒美が一緒にもらえるんで。さあ、ステージ2やっていきましょう。ここもね、特に難しいっていうことはないです。 HP を100にしたらさっさと倒してしまう。なので、まあ、今回ね、僕としてはご褒美の間だけを回っていけばいいのかなっていうね、感じはする。まあ、それで十分 Y ポイント稼げるし、逆に
クリスタルの間とか大変だよね。またあれをやるのかっていうね。もちろん漢方も必要になってきますし、その割に Y ポイントあまり稼げないというね。まあ人によってはね、持ってる妖怪によっては、まあ漢方を使わずにスラッとクリアできる人もいるかもしれない。まあそういう人はね、どんどんクリアしていけばいいんですけども、まあとりあえずはね、ご褒美の間だけの集会でもいいと思います。まあフレンドをお助けしてれば、まあゲートボールもね、十分もらえるんで、まあご褒美の間を開いてそこだけ回るっていうのもね、ありなんじゃないかと思います。さあ3体ステージ。まあここはね、やっぱり3体いるとさすがに戦いにくいので、まあ1体2体早めに倒しちゃって、まあ敵が残り1体になってから、まあ HP 回復でマックスに持っていく、まあそんな戦い方がいいのかなと思います。まあ特にね、僕はね今この回復系妖怪技マックスが2体いますけども、まあ人によってはね、そんなに育ってない方もいると思います。あとはどうだろう、まあヤマタンをね入れるという方法もあるんですけども、まあそれもねあまり必要性がないかなという感じです。試してみたんですけども、まあヤマタンで膨らめてっていうのも手間なんで、まあさっさとね倒して回復していっちゃうので十分かなと思います。なので回復系3体で、まあちょっとねクリア時間優先でやっています。さあ、土の子パンダとハッキング、これ仲間にできたら面白いんだけどね。土の子パンダ僕持ってないんで欲しいんですよ。ただ入手方法が10万課金すると運営からプレゼントでもらえるということで、それ以外の入手方法が現状ないんだよね。これガチャに追加してほしいよね。ということで、なかなかねこの土パン持ってる人ってね、あんまりいないんじゃないかな。あんまりっていうか、いるのかなっていうね、そんな気しますけども。さあ、クリスタルネタバレリーナ必殺技はかっこいいよね。今僕はね秘伝書があんまりないんで、クリスタルネタバレリーナ技は技レベル3までしか上げれてませんけども、それでもね相当強いです。さあ212ポイント、ここは固定だよね。でも1回このステージクリアするだけで212ポイントなんで、まあ5ステージで1000ポイント、そしてプラスアルファでねクリアボーナスがつくんで、結構ねこのステージ1回クリアするだけで、まあわずか、まあ、10分もかからないんですけども、1000ポイントぐらいゲットできちゃうっていうね。まあこれを1日何回もやればガチャガチャ引けるんで、これは結構美味しいイベントかなと思います。さあ HP はこれでマックス、もうあとは倒してしまいましょうか。さあクリスタルネタバレリーナもしくはバスコダガマ一発撃てば多分終わりだよね。さあ皆さんはクリスタルネタバレリーナゲットしてからどんな感じでやってますかね。まああとは基本的にはYポイント稼ぎになってくるのかな。もしくはあのイベントマップの方で欲しい妖怪があればそこを周回して落とす、まあゴージャス大使とかね結構使える妖怪いるんで、そのあたりを落としていくっていう感じになるのかな。さあクリスタルネタバレリーナ強え、9800、そして382 Y マネー、そして212ポイント、ここはやっぱり固定だね。さあクリアしました。ここでもらえる Y ポイントも結構もらえるよね。さあ次はどこに行くんだい。うわやべえ、クリスタルの間だよ。これはちょっとやばいね。さあ30分待って再びゲート開きます。おー来たぜ、ご褒美の間。結構ねご褒美の間の出る頻度高いよね。まああとはひたすらこれの繰り返しにはなってくるんですけども、まあフレンドに HP 送ります。もう半分 50% ぐらいになってもね送っちゃって十分です。回復、自分がね 100% まで回復できる
だけどね、HP 残しておくは OK です。さあまたね、倒してクリアしたいなと思います。これで結構短時間に本当稼げるよね。まあ僕はね、今回のイベントガチャ、今回ガチャがさ、特殊能力持ち妖怪がロゼッタストーンだけだったんで、まあそんなに多分みんな回してないよね。もう少しなんかガチャから出る妖怪がたくさんあればね、面白かったような気はするんですけど、まあ新妖怪追加がね、ロゼッタストーンのみということで、まああまりガチャにはまらなかったんで、まあもともとね、そんなに消耗してはいないんですけども、まあでも週末に噂されている追加妖怪ギアマンドクロがね、ちょっとどんな感じで追加されるのか、ここかなり絞ってくるのか、いやでも SS ランクなんでそんなに絞っては来ないよね。しかもおそらく最初に確率超アップが来るんで、まあ 2% ぐらいかなと思ってますけども、まあわかんないよね。もしくはなんかパス系妖怪で絞ってくるか、いやでも SS ランクでそれはないでしょう。さあフレンド助けてくれました。さあご褒美のバステージ5、今回ステージクリスタル、やっぱりクリスタルのレベル7がね難しいよね。相当難しい。やはりバスコダガマ、ロゼッタストーン、この2体があるとまあクリアしやすいかなと思います。まあ他のね妖怪が育っている人は別なんですけども、まあ初心者でそんなに妖怪揃ってねえぜっていうこと方はこの2体があるとね非常に攻略楽かなと思います。さあ468ワインマネー、そして212ポイントここまで、まあそうだね10分弱だね。さあクリアしました。おレアアイテム、そして秘伝書、これは嬉しい。こんなに簡単に配っちゃっていいのか。あークリスタルの間だよ、また30分